リッカルド・エウジェニオ・ドリゴは、イタリアのバレエ作曲家、指揮者。ロシア・サンクト・ペテルブルクの国立バレエ団の、カペルマイスター及び音楽監督としての長いキャリアで、知られる。ドリゴは、パドバで家族の友人、アントニオ・ジャリックに音楽を習った後、ベネツィアの音楽学校で、アントニオ・ブッツォーラに指示した。彼は、ピアノ教師を務め、また故郷で作曲家。 指揮者として成功を収めた。1878年にドリゴはロシアへ移住し、この地で40年以上を過ごすこととなった。1879年、彼はサンクトペテルブルクでイタリアオペラの指揮者に任命された。1886年に彼はこの地位を辞して、国立バレエ団の指揮者、作曲家の地位に就いた。彼はロシアで最先端のダンサーや、 振付師たちと共に活動した。彼が最初に指揮したのは、チャイコフスキーの、眠れる森の美女と、くるみ割り人形であった。1899年、彼は、プティパ振付のバレエ、海賊、大二幕の有名なパドドゥの音楽を作曲した。ドリゴ自身が作曲を行った作品も、また有名なものであった。1900年に初演された、バレエ、 百万長者の道化詩は、国際的な名声を得ることとなった。同曲の中のセレナードは、特に有名になり、後に、ベニャミーの地入りのために、e、EA マリオの死をつけた歌曲としても発表している。ドリゴは、自主的に亡命のような状態に身を置いたものの、時折はイタリアを訪れ続けていた。最終的に1920年、彼はロシア革命後のロシアに身を置けなくなり、 パドバへと戻った。その後、地元の劇場のためのバレエ作品を数作作曲している。1930年、故郷パドバにて成居。84歳没。ありがとうございます。